皆様こんばんは。こんばんは。東大阪新聞チャンネルの時間がやってまいりました。私は、キャスターそして、記者を務めさせていただいておりますネギゾーこと根岸健太郎と申します。はい、ではですね、今回の、ご招待の、お客様ですね、ゲスト様を、ご紹介いたします。東大阪の、川俣一丁目ですね、そちらで印刷会社、株式会社 JS を経営されていらっしゃいます、代表取締役の藤本智吉さんにお越しをいただきました。藤本社長、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、株式会社 JS の藤本です。ありがとうございます。よろしくお願いします。だからほんまもうね、公演の差し持ちもえらい緊張するかな。いやいやいや、もう、ね、もう楽しそうですよ。ちょっとだけテンション上がってるから。あ、いいですね。もう どんどん上げてください。上げた状態で、ね、東大阪盛り上げたいと思ってますんで、ね、はい、ね、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、お願いいたします。ありがとうございます。はい。じゃあね、早速ね、はい、株式会社 JS 様の、じゃあもうね、はい、めちゃめちゃね、こちらの、お名刺がもうピカピカで、やっぱりその印刷会社さん の、はい、お名刺ってやっぱり、ね、やっぱりもう、名刺といえば印刷ですから ね、もうその技術が散りばめられてるんですけれども、うん、まあ、そんな、はい、ね、よく友吉さん、友吉さんでね、はい、親しまれてるんですけれども、はい、そんな友吉社長からですね、まずはじゃあちょっと自己紹介、はい、そして、はい、会社の紹介をですね、ぜひともお願いしてもいいでしょうか。わかりました、はい、はい、ありがとうございます。お願いします。改めまして株式会社 JS の藤本と申します。はい、ちなみに、54歳です、ね、54歳若い。弊社、ですね、はい、あ、おめでとうございます。嬉しいです。なんか嬉しいです。今日は45年1月生まれ。僕も1月です。あらららら、ね、1月26日1月15日いやー、なんで今日めっちゃラッキーや。好きも一緒ね。好きもめちゃめちゃこうね、持ってるなって思ってる。さっきも話してね、持ってますね。ここを脱線するんですけど、ちょっと戻ってね。まあ脱線していいっすよ。脱線するんでね。うちですね、うん、株式会社 JS の藤本と申します。はい、改めましてね、はい、うちはですね、シールとかラベル印刷に特化した会社にはなるんですよね。はい、例えばお酒のラベルとか大吟醸とかありますね。ありますね。最近取られば、そうですね、こう、はい、消毒液、うんうん、それのラベルとか、うんうんうん、で、スーパーとか行ってもたら、こういろいろ食品のね、はい、食肉とか、ね、いろいろこう、ね、何々肉とか、海苔佃煮とか、そう、そういうジャムとか、そうですね、化粧品とか、化粧品とか、そうですね、ラベル、そうですね、健康食品とか、うん、薬品もそうですね、はい、そういうラベルを、メインに印刷させていただいてる印刷会社になりますね。はい。はい、で、今創業なんですけども、はい、今8期目、8期目まだまだ、はい、ひよこの若い会社なんですよね。いやいや、ただしその、うん、やっぱりね、こう、地元の、はい、やっぱり東大阪とかですね、はい、こう創業させてもらって、東大阪ね、やっぱりね、はい、うちの親父が生まれたところも東大阪なんです。あ、なるほどです。で、僕も、ね、今住まいは大阪市内なんですけども、うんうん、はい、生まれは実は東大阪なんですよ。あ、そうなんですね。そうなんですよ。だからもう昔ね、こう、すごいめちゃめちゃ昭和のね、はい、風景が思い出せるとこあるんですけどね、大体、うん、あの辺で生まれたなっていうのがあるんですけども、うん、やっぱり東大阪ね、やっぱり僕にとってはかなり愉快があるところなんでね、いろいろこうお仕事で、ね、はい、いろいろね、商売させてもらって、はい、これからいろいろ還元してね、お客様に還元するのも、うん、で地域社会に還元していきたいなって思ってる、はい、そんな夢ばっかり見てる、株式会社 JS の藤本です。ありがとうございます。友吉社長、友吉さん言っていいですか。友吉、はい、友吉さん、はい、今ね、この会社さんの場所は、東大阪市川俣一丁目ということで、はい、中央大通り、はい、ね、ね、中央大通りの本当に沿いにほぼほぼ、ね、そうそうですね、あるんですけども、はい、あそこの僕もね、行かせてもらってるんですけど、あそこの場所になった、落ち着いた、はい、あそこになったその経緯、いきさつ、はい、場所になったいきさつはどういったところなんですかね。はい、ひょんなことから僕独立しようって、はい、何のね、自信も自信だけと、はい、ね、何の根拠もないですけど、はい、俺だったら絶対いけるわっていう、うんうんうん、それだけでですね、はい、独立するっていう時期がありましてですね、はい、で前職がありまして、うん、そこからすぐ、はい、
出てきてほしいと出てきてほしいと、まあ、その話ですね、はい、まあ、あったんでこう、はい、急遽決めなあかんということがあったんですよ、ね、うんうん、なるほど。それでこうやっぱりこう不動産屋さんとかネットとかいろいろありますよね、うんうん、はい、でどうしてもうちから近いのと、うん、自宅からですね、うんうん、でいろいろ便利なとこですね、うん、はい、あとこう僕らの仲間が多そうなところ、はい、僕らの仲間って何言うたら、うん、町工場、町工場、そうですね、うんうん、かなり技術持ってあるとこがかなりある、うんうん、東大阪ええー、なーって前々から思っとったんですよ、うんうんうん、でたまたまですね、はい、こう、まあ、広告、はい、雑誌をたら、うん、たまたまそこがあたまたま、あ、ここやと思って、うんうん、で大家さん、不動産屋さんに言うてですね、はい、で大家さんとこう、こうでこう、うんうん、こんだけでどうですかみたいな、うんうんうん、もうぜひお願いしますっていうことですね、うんうん、今のうちにね、足をつけました。なるほどです。そうですね、ありがとうございます。まあね、はい、視聴者様、うん、ね、東大阪のね、地元の方もいらっしゃると思いますけど、はい、ハードロックっていう、会社さんありますよね。結構大きな、ね、ハードロックさん、ね、ハードロックさんであるとか、あとはのも近くですよね。そうですね。だから要はハードロックさんのそうですね。ね、近くというかね。あと DOD さんの、うん、DOD さん、そうそう、 DOD さんね、はい、キャンプ用品ですね。もうすごいですけど、してる会社のさんばかりで、ね、うんうん、あとパイオニアありますよね。ありますよね。ね、ですよね。じゃあ僕もね、もう、うん、すごいとこで商売させていただいて、はい、ほんま僕もね、もうずっとね、自分ラッキーな、うん、ね、運がなんか持っとんな思ってね、勝手に住んでずっと思ってるんですよ。うん、で、こうネギさんとお会いできたし、はい、こう東大阪新聞のね、うん、主催も受け入れられたら、はい、ちょっとね、もうほんま話できますよ、ね、いやいや、すいません、ありがとうございます。光栄でございます。ありがとうございます。じゃあ、ちょっとそんな、ともぎさんに、はい、ちょっとね、時代をタイムマシーンに乗って、はい、遡ってもらって、はい、なるほど、少年、ともぎさんは、ともぎ少年はどんな、幼少時代と言いますか、はい、まあ、小学校、中学校、はい、どんな子供さんだったのかなというところをぜひ、教えてください。はい、僕はですね、うん、まず、兄弟ですね、兄弟、実は5人兄弟なんですよ。お、ね、兄貴、はい、お姉ちゃん、僕、弟、妹って言うんですよね。兄貴が真ん中ぐらい、ちょうどど真ん中、うん、ど真ん中、そうなんですよね。うんうんうん、でそれが、まあ、親父とか、はい、親父がもう昔にこう、はい、東大阪のね、はい、こう伏せからまっすぐ行ったところなんですよ。うんうんうん、ね、もう酒が好きで、酒が。そう、で、悪く言うたらそんなね、うん、これ、まあ、子供がたくさんなっちゃったみたいな、はい、まあ、そのど真ん中でですね、まあ、小さい時はこうね、お兄ちゃんの言うこと聞きや、はい、ね、弟の面倒見たりや、はい、そういうね、次男得意の、もう、うん、そうか、何こそとか、うんうん、いろいろそう、うちに秘めたものがいろいろあったんですけど、うんうん、次男ですね、そうですね、ど真ん中うちに、あ、そうかそうか、はい、兄ちゃん、お兄ちゃん、僕、妹、うんうん、弟妹ってね、はい、まあそんなんで、まあ楽しい、うん、やんちゃら性格でしたね、うんうんうん、何や言うたらね、こう例えばこう、はい、ね、こう弟がね、うん、まだ幼稚園ぐらいの時ですけど、うんうん、お兄ちゃん喧嘩強くなりたいねん言うから、おし俺教えてもな、それ教えたらシャネラなんからなって言うシャネラシャネラで、こうおかんがつけた梅酒梅酒水筒持ってこいで、それ全部入れてね、梅酒それ持ってね、あれですわ、京橋のね、京橋大家やったんですね、ほうほう、そうこう結構ね、ヤンキーみたいなめっちゃあったんですよ、うんうん、でそのやっぱりこう、ちょっと飛んでみるとか言ってカツアゲされるんですよ、ああその時にこう、水筒を出してこう梅酒飲み出すんですよ、ああだからお前もっと飲め、強なるから飲めば飲むほど強なるからほうほうほうまだもうゲロゲロなってね、もうゲロブワー吐いたりするんですけどね、それジャッキー・チェンでね。それ、何歳ですか、その飲んだ人。僕ね、小学校2、3年ぐらいで。そんなことばっかり言うね。すごいな、だいぶやんちゃったんですね。そうですね。まあ、ほんで、中学の時とかね、ね、先輩が、ね、胸の大きな女の先輩がね、クラブをおいでやって、はい、入ったらチョコレートパフェをおごってあげる。チョコレートパフェ。うん、行くって言ってですね、吹奏楽部を入ってしまったんです。はい、そうですね。で、そこからフレンチホルンって吹いて、まあ、フレンチホルン。そうですね。うん、もうずっと、今も、うん、いろいろさせてもらってます。ね、楽器がね、好きですね。お好きなんですよね。で、まあ、バンドとか、うん、いろいろね、こう、バンドでベース、ね、うん、とか、いろいろさせてもらってます。感じですね。そうですね。まあ、そういうね、小さい時、そんな感じです。だから、東大阪かなりね、東大阪で生まれ、うん、
生まれましたんで、やっぱりそういうもん持ってはるんちゃうかなと思ってますね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いやいや、もう本当にもう、あの、もう、もう笑いがね、もう、もう笑いが絶えない、そんな、あの、ともきさんなんですけどね。そうですね。こうね、こう、笑かしてなんぼみたいなのもあるんで、いや、そんなことないですけどね。ちょっとは真剣な時もありますけど、はい、あの それこそね、はい、あのもう漫才師のようなそんなあの空気感がめちゃめちゃ僕もお会いした時からあるんですけど、はい、そんなお笑いの道に進みたいとかなかったんですか。いや僕はそれは全くそうなかったですね。なかったですね。お笑い道 でもこう、結構ねこうクラスとかでこう、はい、ね、あのやっぱり目立ってるような、うん、ね、あの方、ね、の、はい、あのしょうもないちびっこやったんで、ね、まあでもこうね、あのこう逆にこう皆さん笑ってもうたらほんまね、あの、ええ、あのたまにね、うん、あの重きしクーラーかけてサッとっていうのもありますけど外す時はね。なるでもこう笑ってね、こうお話和まさせてもらって、うん、ね、あの自分 あの腹割った話がバーッと出てきやすいんでね、だからあこれあこんなもんええなと思って、うん、そうですね、あのこれもあの僕が持ってあのね、ラッキーやなのでね、うんうん、思いますね。なるほどです、ありがとうございます。まあそんなあの、ね、はい、やんちゃで、あのもう面白好きで、あの、そんな、トム・イキチ少年が青年になって、はい、そしてあの、まあ、学校卒業されてから、要はお仕事されるわけですけども、実はあれなんですよね、うん、お父様 その経営される会社さんの方で、ね、そうですね、結構長年、うん、そうですね、うんうん、うちの親父の会社はその、はい、ですね、まあ、白押し、特殊業ですね、はい、特殊印刷、ね、特殊印刷、はい、はい、うん、金箔とか銀箔とか、まあ、お酒のラベルで大吟醸とかやってるのがありますけど、ね、うんうん、そういうのを特殊印刷をやっとったんですよ、ね、はい、で当時、僕もねこう、うん、工業高校出てからですね、うんうんうん、あの実は音楽の道進みたかったんですよ。はいはいはい、実はね、ところがね当時、うん、当時ね、印刷業で 3K とか 3K、ね、汚い、うんうん、きつい、ね、危険とかいう、はい、あったんで募集が全然来なかったんですよ。あ、募集来なかった。そうですね、うん、なおかつその超バブリーな時代ですね。はい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 、はい、ほんで、頼み込まれまして、はい、ちょっと手伝ってよ。ああ、それは、あお父さんに。そうですね、お父さんが、うん、うちの親父がこう言われてですね、酒飲みながら。ああ、なるほど。まあそうなんでね、やらさせてもらって、うん、まあまあ、ね、音楽の道は諦めようかみたいなね、ちょっとまあ、うん、そんなのあったんですけどね、うんうん、でもこうそれでやらさしもてですね、はい、こう初めにこうトラックとか乗って、うん、配達とか行っとったんですよ、はい、だ昔はねこういろいろ、うん、民家の下にですね、はい、1階をこう輪として、はい、ね、うん、あのかなり工業的な感じ、うん、民家の下にね、そうですね、うんうんうん、で機械を置いてやってはるとこがかなりあってね、はい、それでいろいろ僕あのこの印刷という、うんうん、ね、はい、工程ですね、はい、一つ例えば箱パッケージできるまで、うん、どないしてできていくんだとかですね、うんうんうん、そういう工程をかなり、その、方々に学ばさせてもらいました。あ、うんうんうん、それはこう小さな町工場であったり、はい、ね、もう昭和の時代のコンポライアンスなんかもうなかったみたいな壁はもう巻き木も灰皿に満金ね、あのお前タバコも様子あんのかみたいな、そんな時代ですけど、ね、配達したら急にビーバーンって飲まされてお前飲まされて、そんな時代もありましたよね。古き良き不祥事ですね、うん、今やったらもうね、うんうん、ねそんなこともなんとか話すよ ね僕今は絶対そんなしないんですよ、うんうん、はい、でしかも彼氏、ね、小さい時にこう町工場とか、うん、ね、その風土的なものでいろいろ勉強させてもらったから、ね、うん、今に繋がってるっていう感じですが、なるほどです、はい、それでだからお父さんのところで、あのだいぶねめきめずっと経験を、はい、されて、そこからね、あの独立されるということになるわけですけども、はい、あのね、ともきさん あの、お口から根拠のない自信っていう、ね、はい、言葉がね、結構あの何度も、出られたわけなんですけれども、はい、その根拠のない自信はどこから生まれたんですか。うん、あ、あれですね、うん、当時、まあ、こうラベルの部署もそこにちょっと作っとったんですけど、うん、はいはいはい、ただ、全くかなり売り上げが落ちてですね、うんうんうん、まあ、リーマンショックあたりかな、はい、その前から、まあ、はい、まあ、そのでかなり落ちてきてですね、うんうんうん、でもうどうしようもないから結構負債やったんです。あ、はい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 、でただこう兄弟でやらさせてもらってすごい馬力は、ね、はい、あの時ですかなりあるんですけど、ね、うんうん、やっぱしそのええ風な時のこう、うん、あれがあったんでね、うんうん、あの
会社を良くしたいというね、うんうん、そういうのもあるんで、こうそれやったらこう、お前勝手にあの親父が死ぬ前ですね、はい、亡くなる前に、うん、あのお前これ持ってやろうかって言われたんですよ、うんうんうん、その時あ俺やったらできると、うん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 、もう全くもう、赤字の部署やったんですけど、うんね、お客さんも持っていくこともできないんで、はい、であのね、僕が立っていける相手何の本何でしょうねみたいな、ね、あだから、その、ね、受信っていうのはね、なるほど、だからもともとお父様 の, その、ね、会社さんの中では特殊印刷がメインだったんだけども、 そ, うです、ね、そこで要はラベルはまた違うカテゴリー で, そうです、ね、でラベルの部署を立ち上げたものの、うん そ, ね、そこがちょっとあのまあま あ, あ, のあ商売なかったりで初めは分かったんですけど、うん、だん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 ね、なってきたんで、うんはい、そこでじゃあお父様からちょっと一言言われた時に、ね、反骨心だったんですかね。そうですね、どうなんでしょう ね, ね、あのね、結構ねこう、うん、やっぱりあの小さい時から、はいね、何やととかで、うんうん、やったろみたいな感じだったんですよね。なるほど、ね、で兄貴お前こうせよ、分かった、うん、お前ついてこうとかそんな感じだったんですよ、はい、だからね、うん、結構それやっぱり小さい時に持ってるもんがこうなってるかもしれませんね、うんうんうん、何の根拠もない自身でね、うんうんうん、でねこう例えばその音楽ずっとやっとって、はい、あ俺とこうプロになれるんちゃうか、うんまあまあ、めっちゃね、うんうん、あの当時は、ね、ドイツ行ってちょっと留学して、ね、あのガキの方で行こうかなみたいなあったんですよ。おドイツ、そうですね、ほんだら、ね、あのうちの親父のおかんがあんたそんななってもしょうがないそうちゃんとこう腰折られた、そう目詰まれたみたいな。あ、なるほどね、うんうんうん、でもあの俺は大変できるわっていうのはなんかちょっとあのなんかあのただのバカなんですよね。いやほんまね、うんうんうん、ほんまただの バカやからこうできたんちゃうかなと思うんですよね、うん、いや、ねうんうん、でそれでねこう独立させてもらって、じゃあ独立されたからどうでした最初の例えば1年は どんなあの状態だったんですか。あのねもうほんま苦しかったです、ね、あ苦しかった正直な話で、ね、午前中その当時、うん、1人2人、はい、授業みたいなのがおったんですよね、はいうんね、午前中仕事したらもう10時頃で仕事なくなっちゃうんですよ。ああそうかそうか、そう、うん、ほんだらもうね、うん、だん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 ねどないしようってなるでしょ、はい、で貯金見たらあの給料とか払うから全然なくなってくるし、うんまあ、これやばいなって思って、ほんでこう回ってもなかなか印刷屋さんってこう、うん、ね皆さん容器出して貼るとこはこうずっと自分とこのお抱えの印刷屋さん持ってはるんでね、うん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 、なかなかこう営業行って、うん、なかなか来れるもんじゃないんですよ。ああ、なるほど、うんうん、でそれでねこう悩んで悩んでそれがね、はいまあでもあの、うん、みんな食べささなあかんとか、うんうんうん、そのことでね、うんかなり頑張ってはきたんですけどね、うんうん、ただね、うん、やっぱりその経営者、まああのうん、何の根拠もなかったんで、うんはいね、決算書もヨーヨーマンとかそんなあるんですけども、うんうん、ね、うん、すごいもう半分以上ね、うん、鬱になっちゃいましたね。ああ、本当ですか。そうですね、うんうんうん、もう毎晩毎晩帰ったら、めっちゃ眠たいんですけど、寝れないんですよね。ああ、うんうん、そういう寝られへんし、こうね、明日こうパッと、ふっとね、目覚めて、うん、ああ、明日手形ちゃんと集金こう落ちんやろうかとかね、いろいろ思ってたんですよ。はいはいはい、はい。うわ、早寝られない、思ったら、パッと、あ、これこないしたらおもろいんちゃうかって、ものづくりのね、うんうんうん。あ、これこんなんやってみたいなとかね。あそれがね、うん、で、パッと、あのうわ早寝られないもんだからストトトトトトって言ってあのスーパーカブね、うん、あの新聞配達はい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 もうこんな時間に4時5時みたいな、うん、早寝られないもんだあれ大丈夫かなって仕事もうちょっと増やさなかなとかそれはで、まあ皆さん悩むことなんですけども、うん、それでパッと見たらもうね朝ね朝日に登ってきて、うん、でそんなんでこう一個も寝られんかったんですよ、うん、なるほど。でもう毎日眠たいし、はい、ね、うんいざ寝ようと寝られないし、うん、で病院行ったらですね、うん、睡眠導入剤あそれ飲み出したんですよ、ね、あでそれがね1年の初めだけですわ結構。あそうですか、うん、だからあの小さい部分やから2錠飲んでもいいよって。あそれ初めだけちょっと寝れるんですよ、ね、あの風邪薬飲んだら眠たなるみたいなもんですね、そんな感じで、うんうん、ほんでそれがねすぐ効きようになるんですよね。あ効かない飲んでも効かない勝手にもう3錠4錠バーッと飲み出すんですよ。あそうなるとね、でそれでも1個も寝れないんで、あでで昼間ぼーっとするでしょ。はい。もうちょっとね、あかんなって思い出して、うん、で、まあ、精神的に参ってきたときだったんですよ。ただ、うん、その時、こう経営塾とか、うん、で僕、
大阪府中小企業同友会っていうのが入らさせてもらって、はい、同友会ですね、うんうんうん、でその同友会さんに入らさせてもらって、はい、でいろいろ経営者の方とお話して、まあ、規模も規模とか、うん、その人、ね、うん、売上規模とか、はい、まあ、全然違うんですけどパッと思ったんですよ、うん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 、あみんな同じやわ思ったんですよ。で僕考えてること何やったやろうなって思ってる、うん、そんなおそういう会に入り出してからですね、はい、ね、その何年知らん間にその、うん、睡眠薬飲まんようになったんですよ。あ、ね、たまに、まあ、もう寝られへん時なんですけど、うんうんうん、でも前より全然マシですね、うんうんうん、何の話でしたっけ。あ、いやいや大丈夫、全然 OK なんですけど、はい、だから、要はだから孤独だったんですよ。そうですかもしれませんね。そうなんですよね。その独立したて、そうですね、経営者として、まあ、あの皆さん、まあ、あのね、僕らなんかね、またまた小さい会社で、ね、あれなんですけど、うん、ね、やっぱりこう誰にも相談できないっていうのがかなりあったんでね、うんうんうん、まあ、それはもうあの皆さん、ね、中小企業の街、大、ね、東大阪の、ね、うんうん、あの社長さんやったらみんな分かることかなって思いましたね。そこでだから、はい、あの同友会さんとかで、そうですね、あの本当にあの同じ立場の経営者さんと、そういったことで、あ、一人じゃないっていう、そうなんですよ。そこの気づきがありましたね。なんですかね、かなりあの勉強させられました。なるほど、まあまあね、なるほどです。じゃあそこの、ちょっとあの、まあ、大変な苦難のところから、まあ、だんだんそうですね、ちょっとじゃあそうですね、のしゃかっていったという、年々ずっと、ね、うん、増収増益でずっとすごいすごい、だんだん行ってですね、でコロナの時に、はい、ね、あのでちょっと横ばいになったんですけどね、はい、それなんかこう化粧品とかお酒は落ちたんですけど、うん、化粧、衛生用品がこう、あ、衛生用品がね、でちょっとその時に、はい、僕はちょっと大病したんですよね。あ、大病ですか、病気ですね。肝臓に海溜まって、うん、それずっと熱が出るんですけども、うん、その当時コロナの第一波でね、うん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 、第一波でこうあのね、うん、一波なんでこうコロナ出してもうたら、うん、保健所さんが来てみんな消毒して、うん、会社1週間みんな休みなさいって、はい、でそれがね、めっちゃ恐怖やったんですよ。同じ時期でしたね、うん、あのうちらみたいに小さな会社そんなんやったらもう潰れてまうんちゃうかなって、うんうんうん、でも実際僕はもう高熱が出てもうね、7月ぐらいからもう熱がちょっとポッポポッポしてみてですね、はい、でこれだん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 8月の、まあ、盆前ですね、うんうんうん、なったらもう高熱で出してもう、はい、あ、これはコロナちゃうかと思ったんですよ、うんうんうん、だからあのみんなにも言われへんし、うん、移してもあかんし、医者がちょっと遠く離れとですね、はい、ただこうね、あの、ロキソニンとかの熱下がったらすごい、あの晩飯食うと美味しいんですよ。焼き飯食うと、めっちゃうまいってね、あ、思うんですけどね、うん、これコロナちゃうかな思って、でだん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 、うん、とうとう、うん、もう倒れてってしまったんですよ、うんうんうん、で、ね、あの病院運ばれて、これ、はい、コロナじゃないっていう、うん、で、肝臓に海溜まって肺血症を起こしてしまってる、うん、肺血症のショック症状が起きてる、あ、もう血圧がもう全然下がってきてみたいな、うん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 、でその時にね、こう、あのね、ワンマン社長やったんでね、うんうんうん、あの従業員がこうね、これどうしたらいいですか、うん、電話しょっちゅうかかるって、はい、うんうん、で僕もあの先生たむあの病院ね運ばれた時に、うん、ICU です、頼むからもう帰らせてくれって、うんうん、今日もあの沖縄出荷するやつ終わったらすぐ帰ってくるからで、あかん、うん、ほんだらもうバー言うからもう先生怒ってもでね、あ、藤本さんたまりなはれ、うんうんうん、これ上もあの血圧もめっちゃ下がってるやろ、これもそのまま下がって今フラフラしてるやろって、うんうんうん、ふっとなってもあのもう寝たらもうこの世戻ってこられんで、うんうん、それでもいいから帰らせてくれみたいなね、それ、うんうん、ね、あの相談性のあのお仕事せんとあかんみたいなのあったんですよ、うんうん、まあそれがあったからこうね、あの言い換えたらジャワみたいだったんですよ、うんうんうん、ね、その当時はね、あれですわ、ね、創業当時何の根拠もない自信で、はい、ね、こうの儲けたら飲み屋の姉ちゃんいっぱい連れて、うんうん、こうクルーザーでもこうで、うんうん、みんな、ね、こう裸ですっぽんぽんでバーってパーティーしようとかそんな、ね、こうフェラーリ乗ってバーって、うんうん、姉ちゃん、綺麗な姉ちゃん連れてバーってどっかい引っかしようと思ってたんですよまあネタですけど、それがね、はい、あの死にかけてね、うん、こうね、夜中、ね、朝方でもこう、うん、従業員がこうどうしますどうしましょうって、
で、お前で日曜日でも関係ないしピコピコあるんですよね。うんうんうん、でこう嫁はんも全然違うねとこなんですけども、はい、ね顔にいっぱいつけてピコね、でとこう手伝ってねくれたりして、うん、ちょっと人生変わって、うんうんうん、そこからちょっと、ね、経営理念とか、はい、ねいろいろ会社について、うん、もっとこう僕の周りを幸せにしていかなあかんということでね、うんうんうん、思ってくるようになりました、うん、ありがとうございます。本当にこのねお名刺の裏にはあの経営理念そして行動指針っていうね、ところがすごい本当にね、あるんですけれども、うん、あのここの、まあ、まずはこのね経営理念の一番最初ですかね、私たちの印刷で全てのお客様の成功につなげます、はい、っていうところ、これが実は社名にも由来してるんですよ ね、 そうですね。ちょっとそのあたり2分ぐらいで教えてください、はい、あの成功につなぎます、成功ですね、はい、サクセスサクセス、つなぎます、ジョインですね、ジョイン、うんうんね、JS ですね、うん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 、それがうちの会社の由来になってるみたいな。なるほどです。元には、ね、ジャパンステッカーとかいろいろあったんですけど、あ、うんうんうんはい、そっちの方もええなみたいな。なるほどです、株式会社 JS の J はジョイン、そして S はサクセスの S ですね。そうですね、お客様の成功につなげるための僕ら脇役になります。なるほどなるほど、なるほどです、まあ、企業様のそのに納めるラベルシールによってお客様の成功を裏方としてそうです、ね、あの印刷としてお支えしますよ。そうですね、そんな風な意味合いです。ラベルって、ね、基本的に、ねうん、あの何でもこう、はい、ほんまお酒でも中身が、ねうんあのうん、あれなんで、うん、ほんまはもうめちゃめちゃ名脇役なんですよね、うん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 、中身が、はい本物であって何もそうですよね、はいうんうん食べ物でも、うん、まあそうですよね、そうですよ、うん、あの名脇役ただね、こう、うんうん、ねこう手に取ってもらってこう、ねはいうん、裏にこうあのアレルゲン表示でこれ小麦入ってますって、うんうんね、あのアレルギーあこれこれやったら食べたらあかんわとかいう、うん、そういうのも防いでるんで、そうですね、なってますね、あの重要な役割ですもんね、はい、そうですね、うん、仕事やなと思いますね。いや、はい、ありがとうございます、はい、本当にねあのだから本当にこの経営理念であるとか行動指針はあの今までいろいろと、はい、まあ時もあった、そうじゃない時もあった、まあ、特に大病を患って、そこからあのもう、そうですね、スパーンと、そうですね、あのもう今はもうあれですよね、機械さんにもありがとう、ありがとうね、言うてはるんですよね。うちね、こうね、ねこう機械でもこうみんな従業員帰ってあるんですけどね、うんうんうんはい、電気パチンって消して、こう、も、う、の、ん、にですね、はい、機械でも、ね、こうなでら、ありがとうな、うん、もうちょっと頑張って動かすからなとか、うんうんね、いつも使ってるパソコンね、うんあのね、かなり汚れてても、うん、ごめんなありがとうな、うん、柱でもありがとうなとか言って、うんうんうん、それほな帰るわねとか言ってね、うんうん、最後締めてきたらね、うん、ありがとうありがとうって言ったら涙出てくるんですよ、うんねうん、機械とか物に対してですね、うん、人に対してありがとうっていうのは、うんね、心から思って毎日ありがとうなって、ねうん、そんないろいろ言うてるんですけども、うん、やっぱり物に対してありがとうありがとうって言うと、うん、口に出して言うんですね、うん、口に出してねそう、うん、なんだほんまにね泣けてくるんですよ、うん、涙出てくるんですよね、うんね、それなんや思ったら多分ね、うん、声出してきあの言ってるくせに、うん、ありがとうありがとうって言って、うん、自分で聞いてるんですよ、うんうんうん、ひょっとして自分にありがとう言ってるんちゃうかな、うんね、それを思い出したらほんまかあの、うん、ありがとうっていう意味すごいあの深く感じるようになりましたね。もう、ま、うちの、ね、従業員スタッフ、ねうん、周りの人とか、うんうんね、もうほんまもう、うん、僕みんなめちゃめちゃ大好きなんで、ねうんうん、もう愛してるみたいな感じなんで、ねうんうんうん、夢があるんですよね。そうなんですよ、はい、ちょっとだけこうねうちの会社こう建ててね、うん、今貸し工場ですけど建ててですね、うんうんうん、こう自分のところ敷地でこうね、はい矢倉立てて、ね、盆踊り C の、ねうん、近所の、中学校とか、ねうん高校の吹奏楽部とかこう、はいね、イベント組んだりバンドしたりですね、うんうん、でスタッフがこう、ねうん、いろいろたこ焼きとか焼いたりしてですね、はい、お祭りをしていやいい、ね、近所の、ねうん、いろいろ地域社会に還元したいなという、うん、めちゃめちゃあの笑われるような夢が、うん真剣に考えてるんですよ。ぜひ、ね、達成しちゃいましょう。ありがとうございます。うん、もう従業員もそれみんな聞いて、うん、あやりたいですねみたいなことを言ってるんですけど、うんね、ぜひちょっとやっていきたいなと、うん、この東大阪で、うん、ぜひやりたいなとは思ってますんで、はいはい、もうぜひともね、ちょっと夢を叶えて、ねまあですね、あのもう還元させてもらったら最高ですね。愛の
友吉さんですね。ということで、はい、ありがとうございました。うもうあっという間に30分ですよ。ね、いかがでしたか？もうね、あの初め何喋ってんかって。あのほんまもっと喋ってしまうめちゃめちゃあるんですよ。うんうん、実は皆さんでこうね、うん、あの飲む機会とか、うん、こういろいろお話しする機会とかあれば、はい、めちゃめちゃそんな。うんあのおもろい話したいですね。そうですね。でおもろい東大阪作っていきたいですね。うん、いやいいですね、はい、いいですね。いいですね。ありがとうございます。まだまだね、あの聞き足りないところではありますけれども、はい、これそろそろね締めたいと思いますので、じゃあ改めて、はい、じゃああの今回はですね、はい、東大阪で印刷業を営んでいらっしゃいます、はい株式会社 JS の代表取締役藤本智樹さんにお越しいただきました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。またまた。